まあ、今日の試合は1対1のドローという結果でした、はい、試合内容から振り返ってください、はい、まあ、前半外から見てた中で攻撃の部分があんまうまくいってないかなっていうのがあったんで、自分が出た時にボールをたくさん間で受けてチームとしてラインを上げてみんながゴールに向かっていけるように、意識して入りました。実際それはある程度手応えがあったんじゃないですか。そうですね、こう間でボール関わりながらゴールに迫っていくシーンは何回もあったし、ただ自分のところでも2回ぐらい良くない失い方しちゃったんで、同点に追いついた後もっとギア上げて、ホームだったんでやっぱり逆転して勝ちたかったっていう思いのが強いです。その同点ゴールなんですが本当に大きなゴールでした。振り返っていただいてよろしいですか。相手がこうなんだろうな、間にうまく使いながら回してくるチームだったんで、こう自分は1回フェイントじゃないですけど、こう行かないよっていう風に見せかけて1回取ったら案の定ボールがそこに来たんで、まあ、もらったなと思って、まあ、意外前回琉球戦で1対1外してたんで、まあ、あの瞬間意外と緊張しなかったっていうか無心で打てたんで、それが良かったのかなと思います。ただヴェルディでの初ゴールになります。個人的にも大きなゴールだと思うんですがいかがでしょうか。そうですね、まあ、ゴールはどんな時も嬉しいですけど、まあ、やっぱりチームの勝ちのが嬉しいんで、自分が今日決めた試合よりもホームで勝った金沢戦だったりレイソル戦の方が、喜びっていうのは大きいから、まあ、究極言ったら別にチームが勝てば自分はゼロゴールでもいいと思ってるぐらいなんで、とにかくチームのために走ってその中でゴールをだったりアシストだったりっていうのを決められればいいのかなと思います。サポーターも勝利を待っていると思います。サポーターにもメッセージをお願いします。はい、なかなか勝てない中でいつも応援ありがとうございます。必ずここから挽回して上位に食い込んでいけるように頑張ります。これからもよろしくお願いします。